やあ、皆さん、こんにちは。元気ですか？僕は、なんとか頑張ってます。今日はですね、僕の自家の特別な地酒を紹介したいなと思います。ですね、実は僕の自家なんですけど、大昔には、酒が、禁止な時期がありました。まあ、アメリカは全国なんですが、で、その時期には、みんなは、自分で秘密で、酒を作って、それを、まあ、売ったり飲んだりしていましたね。その時期は、まあ、何十年か続きましたが、でもその時期が終わって、もう酒飲んでもいいよっていうことで、もうやっぱりビールとか、本当の会社が、活動が、続きましたけど、その地酒を、ちょっと作るのは危ないから、ちょっと、まあ、違法になってしまったんですけど、でも、いろんな人がまだ作っていますね。ということで、いろんなレシピが残ってますし、秘密でも、まだいろんなところが買えるんですが、でもちょっと、なんていう、きちんとした会社できたところもありますし、で、これはその一つですね。この味は、読めるかどうかわかんないんですけど、アップルパイ。で、見ると、中にはシナモンが入ってます。で、めっちゃ強くて、でもやっぱり、まあ水割りにしたらすごい飲みやすいですね。ストレート飲んだらほんまに大変ですね。見ると、35%ですね。ほんまに、強い。本当に強い。でもすごくうまくて、本当に日本に持ち帰りたいんだけど、でもやっぱりこんなような瓶では、本当にまあ、飽きちゃうのはちょっと怖いんで、持ち帰れないんだけど、うまいんですよ。で、本当に頑張って、バスケの試合見ながらいっぱい飲んじゃったんだけど、まだ半分残ってますけど、本当に飲めるかなって、それぐらい強いし、でもまあ、自家の味ですよね。いろんな味をちょっと飲んでみたいなと思います。で、今日はそこまでなんですけど、水道日を楽しみにしてください。それでは、では、